皆さんこんにちは、ペソでございます。桃鉄ワールドですね、続きやってまいりましょう。あ、そうかそうか、運賃書いてですね。お、ほいほい、おお、やった、眠らせた。で、おお、どこがブラジリア。おお、さあ、でも16マスか。あ、ルーマニアやもんね。ああ、じゃあ、いいや。他は36-29。よし、行きましょう。はい。よし、行けるでしょう。超えたから。どこだっけ？あ、あったあったあった。はい。あ、行ける行ける。うわ、遠い。あー、稼がないかんときにね。あー、うわ、でもラッキー。あ、虚しくだ。はい、5月。はい、切れました。おお、油田といえば中近東ですが、なんとメキシコの油田、そういえばこの前買いましたね。大油田が発見されましたって。その埋蔵量は540億バレル。半島みたいなところでそんな出るんだ。サウジアラビアの実に5分の1ですとね。石油はあと40年でなくなるという説もあるだけに世界中が喜んでいますと。メキシコの油田を所有するペソ電鉄は1年間臨時収入。お、これは大きい。で、ガガさんが来て、で、ち、ははは、うん、そしたら、ベルギー取っときたいね。ここだったら、あ、全部変えるわ。あ、で、全買いしといて、で、なんでお金残してるかというと、まあ、前にも言ったと思うんですけどね、ネズミランドをちょっと買いたいんで、アコが買い占めたら 20% になるんで、ね、ただ1兆ぐらいいるんですけどね。うわー、飛んでんか。はい、では移動ですね。おー、ありがたい。あー、イベントはなし。ということで、物件飛びですね。あ、ブリスベンがある。これオーストラリアですよね。はい、よしよし。そうか、コアラ動物園買ってなかったんや。で、しばらくちょっと孔明さんが出てないから、そろそろ物件飛びカードがね、切れちゃう可能性あるんですよね。なので、ただね、おっとっと、アジアの方は、まあ、グアムは13マスでしょう。あ、台湾あるやん。うん。まだみんな遠いんでね、ただ台湾もうちょっと遠かったよね。いや、じゃあ、こっちだ。もう一個サイコロ増やそう。20で届く？あ、超えちゃった。失敗した。
中古松で行けたんや。あ、じゃあバンクに預けようか。はい、行きましょう。で、これね、4枚目の、で、シュレダカードはいらんので、置いときましょう。はい、後で売りましょう、どっかのタイミングで。ナポレオンさんが目覚めて5。ブルガリアヨーグルトね。ああ、イベントがないね。7マスでこっからやったら行きやすいはずなんで、ドン18いける。あ、いけるいける、よし。でゴールしちゃいましょう。これであと南米にさえならんかったら、みんな南米の方にいるからね。よいしょ。うわ、最悪や。これでもう途切れるかもしれん。過去100回以上のクーデター、政情不安の国ボリビアね。あ、物件取りカードか。うん、困ったな。ヨキーさん足あんのにね。ああ、絶好調も終わった。お、ナポレオさんどこ。おお、ドバイの超高層ビルで、キンバリンの、おお、ダイヤモンド鉱山で、おお、ダーミンさん来た。え、ああ、そっかそっか、物件取り収入か。あ、2枚目来たね。あ、ほんで孔明さん、あ、助かった。うん、おー、ヘラクレスさんも来た。ヘラク、あ、ヨキー社長、おー、飛んだ飛んだ。じゃあ、今貧乏神が、エンマさんがどこだ、あれ、メキシコの近くいるんで、アメリカやとちょっと一本道やからね。南米の、南米は僕物件がほぼなかったはずなんですよね。どこがいいかな。ないな、メキシコちょっと危険なんでね。ケープタウンにしよう。はい、あ、こんだけやったら買えるな。はい、ほらね、今横来てそこで塞がれるんですよ、メキシコ行ってたら。なんでここでなすりつけられてたとね。大変ですか。余計なターンかかるもんね。お、あー、ライト兄弟来てくれた。じゃあね、ブエノスアイレス行きましょう。で、南から行けば多分行きやすいはず。で、コロンブスさんはごめん。いや、いいな。あー、じゃあね、まだ8マスあるから、でここで、シュレッダー打って、あ、そっか、物件飛びになっちゃったんだ。あー、まあいいか。で、刀台買っとこう。はい、
ほらね、特急カードも持ってたから絶対なすりつけは、うわ近づいてきたな。何気に100億近く持ってるしな。あ、そっか、ヨキさんスペシャルカード持ってるんやな。さあ、のぞみで一発でいけましょう。くるくる回れるからね、いけるはずなんだけどね。おお、のぞみ終了。よいしょ、何もでも15。いけるけどどうしようかな。刀狩りかかったからちょっとまだみんな遠いんで、バンク行きましょう。預けるときに預けとかないとね、この2つね。で、物件飛び越えて2枚やから、うん。で、のぞみ周遊もだから、あとのどっかのタイミングで、新幹線周遊かなんか買っとけばいいんですよね。で、格上げしてくれると。まあ、特急周遊でも我慢して使えばいいんだけどね。来た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 。ゾロやったら目の前に来られるとかやったね。青マスク50回本当ね、物件止まんないですよね、陽気さんは。さあ行きましょう。お、チンギさんどこ取ってくる、長春か。これで OK、 いただきました。で、孔明さん、無制限カードで4マスね。これで、そうか、ヨキーさんが遠くなっちゃうね。よしよしよし、あとこれで収益含めたら買えるはず。おい、近いよさやがてカードまた使うカードは基本的に私あんまり使わないですけどね。油田か、ありがたい。さあ、物件飛びで、シカゴがデトロイド、あったー、これだ。ほい、行きましょう。まあ全部は買わないけどね。ここね、フォードさん出てくるはずなんですけどね。これだけ買っときます。フォードさんまだいいんで、ここ買っちゃうとね、来季ディズニー買えないから。はい、またなんか奪ってくれる。ブラジリアン宝石店で、チンギス、ウガンダさん、自動的に変わってくれるね。コロコさんいいですよ、もう。よいしょ、はい。残り2、
7マス、あ、違う7マスやった、こっち、望みカードでいかないとね。まあこの辺網目状やからね、大概いけるはず。あ、いけた、よしよし、おーしよし、あとこれで収益含めたら1兆超えるんで、買えるはず。ほい、あー中東か、よしよし、遠いぞ今度は。でもただ中東には行く手段いっぱい持ってるからね。はい、行きたいカードね。あ、そうか、最果てカードが多分そうやね。浮世さらばカードの対象ですよね。もう3月でしょ。ね、ドバイとかこの辺があるから、バレンとかね、ちょっと今月行かないで、これで3ロサンゼルスの近く行っちゃいましょう。よいしょ、19マス。サンフランシスコか。あ、久々にカジノ行きましょうか。まだみんな届かんやろうしね。さあ、男のロマンの時間がやってまいりました。もちろん、まあこんだけ持ってたら10億スロットでも全然 OK よね。さあ何が出るかな。これね、目押しできないからね、勝手に止まる。お、ヤシャ姫さんリーチした。おー、止まったこれで200億かね。で、ボーナスゲームっていうのが、自動的に回るんや。おお、シルバーカード。おー、そういうことね。もう一枚？あ、もう一枚のなんかだ。710億円になった。で、シルバーカードね。あ、これで確実にね、来期、1でいけますよね。シルバーカードってなんや。あ、半額か。あ、じゃあちょっと最果てカード捨てておきましょう。まで8900億ぐらいでしたから、現在の、収益がだいたい2000億やったと思うんですけどね。はい、ということで、2年目終了ですね。2400億ということは、1兆1000億ぐらいになるのかな、総資産がね。あ、総資産というか、持ってるお金がね。まあ、ダイマさんと4期さんがこんだけ、これ多分農林物件の分ですよね。どっかで削るか、あれやな。取らなあかんのやね。で、総資産が3兆6300、飛んで6億5200万円ということですね。あと110件か。3年では無理やな。4年か5年。
ただシルバーカードを手に入れたので、桃太郎で桃太郎ランドも確かね今回大賞やった記憶あるんですよ。前やった時にね、桃太郎ランドをなんかシルバーカードかゴールドカードで買った記憶あるんで、まあちょっとその辺狙っていくかですよね。とりあえず次回は33年目です。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。